そうで始まりました、もちチャンネル。さあ今回なんですけども、今回は英語講師オーディションの本選出場者発表でございます。はい、まあ悩みに悩みましたね。何人にするかもすごく悩みました。まあ第1回だったら多分15人ぐらいが出場資格あるかなって感じで、第2回だったら12人ぐらい出場資格があるかなという感じで、今回9人です。はい、9人の人を選びましたので紹介したいと思います。はい、後でちょっとねやってくれるか分かんないですけど、たくみさんに弾いてもらおうと思うので、はい、これね、はい、では出場者発表します。まず最初がタカ先生ですね。はい、オーストラリア人ネイティブの方ですね。前回も出場していただいた方です。そうですね、皆さんぜひですね字幕をオンにしてみてください。はい、全編英語の授業になりますんで。続いてパト先生ですね。はい、パト先生まあ今回どんなのが出るのか、はい、見てください、楽しみに。続いてジュンコ先生ですね。はい、女性の初じゃないですか、選ばれたのは女性ですので、はい、ぜひどんな授業なのかですね見ていただければいいんじゃないかなと思います。続いて永瀬先生ですね。はい、前回の英語講師オーディションにも出ていただいた方でございます。今回もかけてきてるって言ってましたから、さあどんな授業なのかお楽しみに。続いて鈴木先生、こちらもですね、はい、前回の英語講師オーディションに参加してくれた方でございます。さあ今回は一体どんな授業を見せてくれるのか。そして、はい、岡崎先生ですね。はい、今回も岡崎先生も出場ですね。はい、また言えないわ。はい、でもどういうのは僕しかまだ全部見てないので、はい、言えないですね。どんななのかちょっと楽しみにしてください。続いて家田先生、はい、こちらもまたそうですね、だから前回出場してくれた方が相当多い。続いて中澤先生ですね。はい、予備校講師来ましたね。予備校講師が参戦でございます。続いて秋元先生ですね。さあこれはこう言ってんだと思いますね。職業英語講師じゃありません。そんな方も出るんですよ。さあ順番はこっからですね。どういう感じなのかはたくみさんに弾いてもらおうと思います。まあたくみさん、かんたろうさんとかもいるから順番ちょっと弾いてもらおうと思います。で一応12月27、28、29で出そうと思ってます。もし何かしらなんか事件がない限りはね、それで出そうと思いますので、はい、そちら楽しみにしていてください。 A マンより熱い英語講師ランプです。じゃあ弾いてもらいます。もう弾くってことまで撮ってあるんで。あ、すごい。そっか、これそっか、カンタロウさんサイズになってるから、そうだからしゃがまないと、はい、しゃがまないといけない。じゃあどれからいきましょう。順番にいきますか。順番にいきますか。じゃあ27時18時、はい、僕なんかが、いや怖い怖い怖い、誰だろう。岡崎先生、うわトップバッター、感じ合ってますかね。岡崎先生、ちょっと先生は割愛させていただきます。はい、ありがとうございます。はい、続いて、はい、じゃじゃん、中澤先生。すごい豪華ですね。そうなんですね。どんどんメンバーがね。そうなんです、メンバーが。お次は鈴木先生ですね。まあ、カンタロウさんではない。違う。こっちじゃない。この人じゃない。この人じゃないですね。プロチャーと英語を仕事に出るのかなと思っちゃった。はい。うわー、これか。なるほど。まあ初日ですか。はい、初日です。はい、じゃあ次の日ですね。2日目。次の日一番早い時間。まあ、あのね、学生は結構見る時間帯ですけど。18時。はい。家田先生、家田先生、はい、最近18時も結構出してますよね。18時に出してますね僕ね、はい、やっぱりなんかその時間がいいかなってなってきました。あ、やっぱそうですよね、はい、だから最近たくみさんと同じ時間になってます。はい、そうです、真似されました、はい、あ、してます。あ、パト先生、はい、初めて鳥じゃない、今まで全部鳥だ、だからなんかやらせだろみたいに言われてた。あ、なるほど、もう本当に今あの、はい、リアルに撮ってますよ。こんな暫定やらせだったらもうちょっとそうそう、まともだね、やるからめちゃくちゃ器用だし。純子先生、女性です、初めての、あ、すごい、初の女性、頑張ってください。これも神田さん現れて、俺にもやらせろとか言って出てきた。あの、じゃあ残りを3つ、残りいいですよ、最終日。あ、これトイレ行って手洗ったんだけど。なんでだよ。かわいそう、かわいそう、それで引かれる人。でもやめてください。あ、高先生、もう撮影終わります。みんなもうカオス、カオス、この人たちみんなめっちゃ緊張して今見てんのに、正月みたいな。もちろん、じゃあ最後、じゃあ最後、自動的に決まっちゃうからね。はい、
すげえ。すげえ。29日20時。すげえ。え、これ聞いた人がこの時間に配信されるっていう。はい、これ監督さんもっと引きの映像じゃないと、たくみさんも映ってないっていうね。はい、こちらです。ちょっと待って、あ、すごい、もっちゃユーチューバーっぽくやる。あの一番丁寧なの、これ。はい、それ丁寧。七瀬さんです。あ、はいはいはい。そのやつ一人一人やってないのよ。そうそうそう、そんなすごい雑にやっちゃってた。ちょっと七瀬先生、ということは残りが、はい、はい、秋元先生ですね。違うわ。秋元先生、秋元先 生出たら B でしょ。いや、確かに。確かに勝つから、はい。あー、うわー、これか、これそう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 。うわー、そうきた。うわー、こうなりましたか。いや、俺は全員見てるからもう分かってるんで。あー、いやー、はい、分かりました。すごいな、勝手に盛り上げてる、さすが YouTuber だね。なるほどね。あ、全然無視されちゃう。いやいや、分かります。はい、じゃあ、ありがとうございます、たくみさん。はい、ありがとうございます。画面にないですけど、はい、はい、ありがとうございます。まずはたくみさんに楽しみにしてます、動画公開。たくみさんと森哲さんにクリスマスプレゼント。あ、ありがとうございます。どのタイミングクイズノックって書いてある。これカンタロウさんにプレゼント。なんでクイズノックグッズなの。いや、なんかスリーコインズにいたクイズノックのグッズがあったんで。なんか教育 YouTuber に渡してもらえるんだ。なんで俺らシェアなの、しかも。二人で、二人で何もシェアなの。何個入ってんだ、何個か。何個入ってる。これなんかね、よくわかんないんだけど、元素の周期表とか書いたなんかフリーザーパックみたいな。面白いかも、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、これで、はい、はい、これがもうそのまま明日流れるっていう、とんでもない、うん、はい、これ違う違う違う、メインです。この人たちはめちゃめちゃ緊張して見てますからね、自分が。自分がしてね、前回もそうですよ、めちゃくちゃ緊張してるから手震えながら見ますから、これみんな、はい、ということで。じゃあ、はい、という形で、はい、みんな見ますので、はい、ありがとうございます。はい、はい、こんな感じで弾いてもらいました。これが順番です。はい、この通りにやっていきますので、1日目2日目3日目、はい、私はこの映像を撮ってる時はまだ決まってないですけど、はい、こういう風になりましたので楽しみにしてください。そしてどんな授業やる、オープニング部分だけ見せちゃいますね。内容までは見せないですけど、こんな感じですので、ぜひ楽しみにしておいてください。 Hey guys, let me tell you a story。 さあ授業始めるぞ。こんな質問をいただいたので皆さんとシェアしたいと思います。質問をくれたのは小学校6年生の女の子、永瀬まさし。はい、こんにちは、英語講師の岡崎です。 Welcome to my class。 今回はまず、こんにちは、早速ですがこちらの英文ご覧ください。はい、こんにちは、では突然ですが以下の日本語を英語に直してください。秋元忠と申します。Thank you.